ロッテ佐々木朗希の急速減少の真相を吉井監督が語る。ロッテの佐々木朗希投手22は今季自己最多の9勝を挙げましたが、右上肢のコンディショニング不良で2度離脱し、球速も昨季より遅くなりました。吉井監督はフォームの問題を指摘し、修正には時間がかかると述べています。スライダーの軌道も変わり、直球の進化に影響を与えています。佐々木投手はまだ若く、将来の成長が期待されています。みんなの反応。ローマネが吉井さんの下で鍛えられて本当に良かった。あと2年はこの環境で鍛えた方がいい。彼は普通の良い投手ではなく、大谷やダルを超える才能を持つ最強投手になれる。 F1 エンジンに軽トラボディと言われるけど、出力に耐えられるフィジカルを作ってほしい。野球に詳しくないけど、剛速球は体に負担が大きいよね。デグロムも故障が多いし、160キロ超えに関わらずに投球術を磨かないと長く活躍できないんじゃないかと心配。大谷も肘の故障に苦しんでるし、まだ10年以上現役続けられる年齢だから、周りがしっかりサポートしてほしいな。吉井さんが監督でよかった。投手のことやメジャーの経験が大きなメリットになる。野手出身の監督だと細かい部分が分からず失敗するかも。若くて待機だから、大谷選手のように焦らずじっくりやってほしい。160は魅力だけど、球速だけじゃ抑えられないし、体のことも考えるとそこまでこだわる必要はないと思う。ゾーンの四隅に投げられるコントロールが大事。佐々木投手にはエースとして圧倒的なピッチングが求められてるし、ファンも期待してる。メジャー挑戦はまだ早いから、もっとみんなを黙らせるようなピッチングをしてから挑戦してほしい。佐々木投手の 160km/h の投球を現地で見たけど、力強い投げ方だった。今年は勝ち星は多いけど、指標がいまいち。イニングイーターとして期待してるよ。吉井監督は筑波大学院で学び、実技も素晴らしいです。近鉄からヤクルトに移籍する前年に肩を痛めていた記憶があります。その頃同じく肩痛に苦しんでいた野茂さんからフォークを教わったそうです。速球投手にとって縦変化のフォークは腕の振りが近くて相性が良いと聞きます。佐々木投手は今季縦変化のスライダーを重宝していますが、球種を増やすのは難しいです。プロはフォームの違いで球種を見破るからです。広島の大野豊さんは肩肘に負担なく、同じフォームで球種を増やし続けた素晴らしい投手です。100マイルが自然に出るのは良いけど、スピードだけ追い求めないでほしい。メジャーの100マイル超え投手の多くがトミー・ジョン手術を経験していて、肩や肘に大きな負担がかかる。ドジャースのビューラーも2回手術して完全復帰に時間がかかっている。大谷が順調に投手として戻るかも気になる。元メジャーの長谷川が故障前の自分を追い求めると苦しい。イチローも毎年フォームを変えた。常に変化を考えないといけないと言っていた。若いので焦らずにトータルで完成された投手になってほしい。球速が出ない原因が怪我じゃないのは安心だけど、ストレートの平均球速が156でも打たれやすいのは球質の問題かも。回転数や回転軸が重要で、プロなら棒球は簡単に打てる。課題は多いけど、一つずつクリアして輝きを取り戻してほしい。佐々木朗希のフォームが変わったんだって、経験豊富な吉井監督が言うから間違いないね。彼の素質は最初から分かってたし、これからもその才能を生かしてほしいな。問題はスピードじゃなくて、6、7回を余裕で投げきれないことと、疲労やコンディションの不調が多いこと。メジャーで投げるならそこが重要だよね。フォームが崩れた理由は分からないけど、シーズン中に戻すのは難しいよね。去年のフォームを来年に向けて戻すのも同じ感覚だと思うけど、じっくりやるしかないってことは、怪我や成長で体に変化があったのかな。縦スライダーがいい感じだから、回答復活を期待してるよ。佐々木はまだ現役で続けられる年齢だけど、アマチュア時代からの投球回数は少ないのに怪我が多い。スピードより怪我を防ぐ術を学ぶことが課題だと思う。今のうちに日本で実績を積んでからメジャーに挑戦するのがいいと思うよ。栗山監督時代の大谷選手みたいに、プロ経験がないままメジャーに行くと失敗する可能性が高いし、異国の環境や体力面でついていけないかもしれないからね。自国でしっかり準備してから挑戦した方が活躍できると思うよ。先発ピッチャーは速い球を投げるだけじゃなく、試合を作り続けることが大事。160キロ投げなくても役割を果たせるなら問題ない。佐々木朗希投手が良い時は、下半身から上半身が遅れて腕もしなやかに振れるから良いんだよね。155キロでも打たれる投手はこの差がなくて、
力だけで撫でてるからタイミングが合いやすいんだ。球速はまだ早いからメジャーでも通用すると思うけど、故障なく1年間ローテーションを守る方が大事だね。佐々木投手の平均球速は159と156で大差ないし、156でコントロールが安定するならそっちがいい。変化球も速いし、コントロールがつけば無敵だね。監督はフォームが崩れた理由を分かってないみたい。佐々木が上司の不調を訴えてるけど、具体的には何も言ってない。肩の可動域が狭いから肩の問題かもしれないけど、スライダーを多投してるから肘の可能性もある。佐々木が何も明かさないから、見てる側は心配しながら応援するしかないね。今年も怪我なく過ごせなかったね。ポスティングするなら、2年間くらい怪我なくシーズン投げ切って、エースとしてタイトル取ってほしい。ロッテは大事に育ててくれてるし、チームに失礼だよ。毎年怪我してる人がメジャーに行っても壊れるだけだし、日本でしっかり体作りをすればいいのに。佐々木投手について思うことがあるんだ。選手会を脱退したことで、ちょっと身勝手な人だなって感じたんだよね。高校時代から野球界全体で育てられてきたのに、その組織を袖にするのは違和感があるよ。もちろん、自分の人生だからどう生きようと自由だけど、少しは協調性があってもいいんじゃないかな。人柄はよく知らないけど、プロ野球選手としての自覚が足りない気がするんだ。特にメディア対応ね。あれだけ配慮されているんだから、せめてインタビューやマスコミ対応くらいはちゃんとしてほしい。勘違いしている選手だと思うから、投球技術もレベルアップしてほしいけど、監督やコーチには心の教育もしっかりやってほしい。日本を代表する投手になるにはそれが必要だと思うんだ。踏み出し足の使い方が悪くて球速が出ないんだ。楽せずに全身を使って投げてほしい。157キロ、158キロでも球の質やコントロールが大事。デグロムは160キロ超を連発して壊れた。パドレスのシースは97マイルでも質が高く空振りが取れる。ヨシシンは95マイルで少し足りない感じ。160を超える球を投げ続けるのは無理だろうね。今年はこれで良かったかも。変化球も必要だし、スライダーやツーシームも覚えないとね。ストレートを投げるには下半身が重要で、桑田さんや荒木さんは走り込みを欠かさなかったし、ダルビッシュ投手もしてる。大谷選手も下半身の筋肉を維持してるよ。今永の活躍を見ると、球のキレが大事だよね。佐々木もスピード以外を鍛えて活躍してほしいな。今年も不甲斐ない試合が続き、起こりから160キロ連発で抑えた試合があったけど、すぐ故障。身体を強くしないとダメですね。横スライダーと縦スライダーは別物で、横スライダーの習得が不振の原因かも。縦スライダーがストレートと似てるなら来季は復調してほしいな。納得のいく投球ができても1回だけじゃダメ。完全試合は記憶に残るけど、1シーズン故障せずローテ守って14勝してほしい。メジャー挑戦のためにフォームを変えたせいで、ストレートのスピードやキレが落ちたんじゃないかと思う。 NPB に戻るなら元のフォームに戻した方がいいんじゃないかな。みんなの反応としては、佐々木投手の将来性を期待しつつ、怪我やコンディションの管理が重要だと考えています。少数意見としては、選手会脱退やメディア対応に対する批判も見られます。当チャンネルの意見として、佐々木朗希投手が吉井監督の下で鍛えられていることは非常に良いことだと思います。彼の才能を最大限に引き出すためには、焦らずじっくりとフィジカルと投球術を磨くことが重要です。